フアンデ、ラモスコとフアンデラ、クルスフアンデラモスカーノは、スペインのサッカー指導者。現役時代は、エルチェ CF、CD アルコヤーの、アリカンテ CF といった、スペインリーグ株のチームで MF としてプレーしたが、28歳の、時膝の負傷が原因で引退、指導者としての道を歩み始める。弱小クラブや一部在籍クラブの株組織を、渡り歩いた後、レアルベティス、 RCD s エスパニョール、マラガ CF といった一部リーグの中堅クラブの監督を歴任してきた。2004年にはルイス・アラゴネスと並んでスペイン代表監督の有力候補にも上がった。2005年からはセビージャ FC の監督に就任。チームの永遠のライバルであるレアルベティスの監督経験者ということでファンから厳しい声を浴びせられる場面も多かったが迫力ある。 サイドアタックを武器に初年度からプリメーラディビシオン5位 UEFA カップ優勝とチームに好成績をもたらし雑音を一周した UEFA カップと UEFA チャンピオンズリーグの優勝チームによって争われる UEFA スーパーカップでも当時のリーガエスパニョーラのチャンピオンであったバルセロナを3-0のスコアで破っている翌2006から07シーズンには チームを終盤までリーガエスパニョーラ優勝を争いに絡ませ、最終的に優勝こそ逃したものの、3位でシーズンを終え、悲願の CL 出場計を獲得した。また、UEFA カップでは、同じスペイン一部のエスパニョールを PK 戦で下して連覇も果たし、また、スペインの国内カップ戦であるコパデルレイのタイトルも獲得している。 2007年2月28日に行われたコパデルレーの準々決勝においてレアルベティスと対戦した際サポーターの投げ込んだ2リットルのペットボトルが頭部に当たり一時意識不明に陥りそのまま試合が中断中止となる事件が起きたベティス戦は上述の通りアンダルシアダービーとして熱狂的な盛り上がりを見せるがその過程で暴力がスポーツに持ち込まれたとして スペイン国内では大きく問題となった。2007から08シーズン途中、セビージャでの年報の4倍というトッテナムからの破格のオファーを受ける。当初シーズン終了までセビージャの指揮を取ることを表明したラモスであったが、10月7日にトッテナムがマルティンよる監督を解任すると、その翌日にシーズン途中でセビージャを退団した。ラモスが ドッテナムの監督を受け継いだ当時、チームは広角圏内に位置する苦しい戦いぶりであった。初戦はカーリングカップ予選のバーミンガムシティ FC 戦でロビー・キーンとパスカル・シンボンダのゴールによって2から0で勝利を飾る。その後ジリジリとリーグ戦でも順位を上げて行き最終的には11位でシーズンを終える。しかしこの年特筆すべきはカップ戦での活躍である。 UEFA カップこそベスト8をかけた戦いで、オランダの強豪 PSV、アイントホーフェンに PK 戦で敗れるも、先のカーリングカップでは順調に勝ち進んでいく。準決勝では、ノースロンドンの宿敵である、アーセナル FC にアウェーで引き分けた後、ホームのホワイトハートレーンで、歴史的な5から1での対象、ファンを大いに喜ばせた。そして迎えた決勝では改築された。 シン・ウェンブリースタジアムで同じロンドンのチェルシー FC と対戦。延長戦の末に2から1で勝利を収める。1999年以来となるタイトルを獲得するとともに、翌シーズンの UEFA カップへの出場権も手に入れた。ところが2008から09シーズンのプレミアリーグでは、開幕から8試合にわたって、勝利をものにできず、10月24日に行われた。 UEFA カップグループステージ第一説のウディネーゼ戦に0から2で敗れると、翌10月25日に監督を解任された。2008年12月9日、リーグ戦での不審を理由に解任されたベルントシュスターの公認として、2008から09、シーズン終了時までの契約で、レアルマドリードの監督に就任した。初再敗となったアウェーでのエルクラシコはゴール前で、 守りを固める戦術で前線したが、終了間際の2失点で0から2で敗れた。しかし16節のバレンシア CEF 戦で4試合ぶりの勝ち星を挙げると25節の RCD s パニョール戦まで10連勝を果たし、26節のアトレティコ・マドリード戦に引き分けたものの、33節まで1 7勝1分と、驚異的な巻き返しを見せた。 勝ち点4差に詰め寄って迎えた34節のエルクラシコでは FC バルセロナに2-6で敗れその後のリーグ戦も全敗してシーズンを終えた2009年9月10日リーグ戦での不審並びにロシアカップで早期敗退したことを理由に解任されたジーコの後任として PFC チェスカモスクワの監督に就任した契約期間は同年十二月までの四ヶ月間で UEFA チャンピオンズリーググループリーグを突破した際には契約延長されるオプションが付けられたしかしチャンピオンズリーグでは3試合消化の時点で勝ち点3の3位リーグ戦では指揮を取って6試合の勝ち点は10にどまり連勝で首位を走っていたルビンカザンが連敗したにもかかわらず就任時点の勝ち点差を縮めることはできず順位は一つ落とした 同年10月26日、クラブが契約を解除し解任される。25日、ホームで FC モスクワに3-1で敗れた直後であった。報道では双方合意の元ととされている。2010年10月1日、4年契約で、ウクライナの FC ドニプロ監督に就任。監督としてのスタイル自体は守備、組織を重視する堅実なものであり、非常に規制の多いサッカーをする。 セビージャ、トッテナム、レアルマドリードいずれのクラブでも、両サイドに、アタッカー、中盤の底に守備的な選手を配置した4から4から2をベースとした。ありがとうございます。